はい、おはようございます。ラスカルでございます。今回はですね、京急川崎駅にございます免停陽介トリニティさんからですね、ちょっと今回のそのコロナの影響で、まあ自粛で営業ストップするということで麺をいただいたんですよ。これがね、まあ細麺なんですけど、ちょっとね、せっかくいただいたので、この麺を使ってね、冷や熱の和え玉をオリジナルで作ろうかと思いまして、まあ、今回ね、撮っております。で、まあね、なかなかちょっと、和え玉ってなるとね、作ったことがないというか、難しいと思うんですけど、基本ね、こういう和え玉ってスープを炊かないものではあるので、できる限りね、ご自宅でも、できるメニューを作ろうかなと思いまして、今回はね、ちょっとフラッと今、スーパーに行ってきて、パッと見てね、これだったらいけそうだなって食材のみを買ってきているので、まあ、これがね、仮にちゃんとうまく作れたら、ご自宅でもね、作れるようなメニューになると思いますんで、もしよろしければね、まあ、参考にしてみてください。はい。美味しいか分かんないですけど。はい。ということで、早速作っていきたいと思います。そしたら準備として、まずはね、香味油を作っていこうと思うんですけど、まず香味油に使うのが、まあ、ニンニクとオリーブオイルだけですね。まずこのニンニクですね、3かけらぐらいを適当に切っていきたいと思います。よし、これ潰してからの方が皮むきやすい。これはね、ちょっと視聴者さんに教えてもらったんですけど、断然こっちの方がむきやすいわ。ありがとうございます、情報を。みじん切りにしていきたいと思いますので、まずはニンニクをこんな感じでみじん切りにさせていただきましたんで、フライパンに火をかけてと、弱火でね、火をつけていただいて、オリーブオイルと、あ、全然なかったわ、よいしょ、追加でオリーブオイルと、で、ここにね、ニンニクを投入していきます。で、このまま低温でね、じっくり油で揚げてあげて、オリーブオイルにね、しっかりとニンニクの香りを移していきます。そしたら今こんな感じでニンニクの方もね、だいぶ香ばしいいい色になってきたので、焦げる前にちょっと火を止めて器にね、移していきたいと思います。この香味油ですね、一応ね、麺を冷やす予定で、あまりにも麺が熱くなりすぎちゃうんで、冷やしていこうかな。よっと。一回洗い物。そしたら次にトッピングの準備を先にしちゃいたいと思います。で、今回用意したのが、ミニトマト。で、舞茸のカットのやつだね。青ネギ、レモン、カイワレ。でね、これ、じゃがりこのサラダ味も用意しました。これを使ってね、ちょっとトッピングの準備をしていきたいと思います。まずレモンですね。まあ、これは、カットしていくだけです。これを半身で、これでレモンは OK と。次はこのミニトマトと、あ、これもね、ヘタ取って、もう一個は食って、はい、第一陣のトッピングはね、こんな感じ。あとはカイワレか、これも切っちゃって、これは取っとこう。入るから。半分かな。半分に切る。なんとなく彩りでね、使いやすいように、この茎の方と先っぽの方ね、ちょっと分けて入れていきますと。はい、我々も、まあ普通にこんな感じでございます。じゃがりこを、まあ全部はいらないだろうから。これをね、細かく砕いてあげてください。そこまでバリバリに砕かなくてもいいんですけど、まあ長いのが残らないようにね、トッピングしやすいように。じゃがりこはね、まあこれぐらい砕いてあげてください。長いのが残ってなければ OK です。で、まあ舞茸とかはね、後ほどちょっと麺を茹でる際に茹でていって、ネギはね、そのままかけるだけなんで、トッピングはこんな感じでございます。トッピングとね、油の方が今作り終わりましたんで、続いてソースの準備に取り掛かりたいと思います。まずね、フライパンに火をかけていただいて、こんな適当でうまいのできるかな、大丈夫かな。そしたら火つけたお鍋に
バターをね、投入していきます。僕の和え玉はさ、こう、感覚だから、分量とかはちょっとわからないです。美味しいかわからないんで。今回ね、塩分自体は、ちゃんとした塩で整えたいので、バターに関しては、無塩バターを使っております。で、ここに、ホールトマトを入れていきます。しっかりと、このトマトたちをね、潰してあげながら、で、ここに、この生クリームですね。なんとなく、噛んで。分量は決めてください。うん。もうちょっとかな。で、ここにちょっと隠し味程度に、おソースを入れてあげて、さらにここにね、チーズを入れていきたいと思います。今あんまりにもこの状態だと洋風すぎるのでラーメンっぽさを出したいと思いまして、丸鶏ガラスープの素も少しだけね入れていきます。にプラスほんの少しお醤油をテロテロっと、これぐらいかな。で、今回ねソース自体はちょっとダクダクにする予定はないので、塩分は高めにね、ちょっと塩を追加で、ソースを移していって、これで完成ですね。ということで、こちらでね、ソースは完成ですので、あとは麺を茹でて、あえて食べていきたいと思います。はい、ってことで、今日もまた、この、ずんどうちゃんでございます。お湯入れて、よっこいしょ、ほいっと、そしたら火を、このままね、お湯が沸くまで待機したいと思います。はい、今、そしたらこれ、お湯の方沸いたので舞茸さんをちょっと火入れしていきたいと思います。でも OK かな。これも茹で終わったら冷水でしっかりと締めてあげてください。今回はね、こちらの器を使っていきたいと思います。今回2玉ずついっちゃいましょうか。麺を2玉投入して、で、今回は35秒茹でていきます。よいしょ。で、茹でてる間にこの器の方にね油を入れてあげてと。はい、 OK。水でね、さらしてあげてください。で、しまったら水を切ってと。はい、2玉はやっぱ多いな。で、油をね、しっかりと麺に絡ませてあげてください。よっと。そしたらこの上にタレをよっと上からかけてあげて、トマトとレモン、かいわれちゃんと、これにじゃがりこを角に散らしてあげて、で、最後に黒胡椒ですね、仕上げに。ってことで、今あえ玉の方がこんな感じで完成でございますと。はい、ってことで、ちょっとね、あえ玉の方は伸びやすいので、向こうにね、機材とかセッティングし直してるとだいぶね、伸びちゃいそうなんで、こっちの方でいただいていきたいと思います。では、いただきますと。しっかりこれ、あえてと。麺はね、こんな感じ、うまそう。いただきます。あ、うまいじゃん。うん、試作一発目にしては全然上出来。じゃがりこも混ぜて、うん、じゃがりこはね、絶対入れるべきだ。めっちゃ合う。うん、うまっ。ちょっとレモンも絞ってみますね。
まっ、うまっ、うん、うん。ただちょっとチーズが多かった分、やっぱりどうしてもタレ自体に粘り気が多いから、少しね量を調節して、むしろ生クリームを増やして、味はね塩で整えればもっと絡みやすいソースになりそう。うん、ニンニクもちょっと弱いかもな。うまいけど、もうちょっとソース増やした方がいいな。ちょっともう一回チャレンジしてみます。ちょっともう沸かしてる間無理なんでいただきます。あーうまい。ほい、またお湯沸いたんでね、作っていこうと思うんですけど、さっきとはねちょっと違ったアレンジを加えて、別のね和え玉を作ってみようと思います。まあベースは一緒なんだけど、で麺を投入と。ニンニク感とか油感もそんなね多くなかったんで、 30cc ぐらい入れていきます。よっと。はい、麺入れてと。かっけー。ワンポイントが足んない気がしたんで、ちょっと我が家にあったこちらバジルソースを。トマト、レモン、舞茸、青ネギを少々、かいわれ、じゃがりこと、ブラックペッパーを。見た目もね少し華やかになりました。こんな感じでございますと。ちょっとねやっぱ緑が入ると綺麗だよね、真ん中に。はいはいはい、またこっちなんですけどねそしたら早速またいただいていきます。いただきますと。一回麺だけ食べたいな、油の量とか。あ、うん、これぐらいの油量がちょうどいいわ。断然こっちの方がうまい。こっちの方が全然うまい。うん、うん。でちょっとね、他の撮影で今回ハバネロソースっていうかタバスコをねいっぱい買いまして、結構ねこのタバスコがね清涼感があって、この和え玉に合うと思うんで、ちょっとね、かけていこうかと。これ絶対うまいな。いや、これも絶対うまいな。はい、うまい。はい、うまい、これ。あ、これうまっ。よ、ちょっとレモンを絞って。うん、うん、はい。ってことでただいま完食させていただきました。あー、うまかったな。ごちそうさまでした。はい、ということで今一通り食べ終わりましてね、家でこれ作れるのかっていうぐらいのね、めっちゃうまいアイテムができたこれね、調理工程なんかもほぼね30分ちょいぐらいで全部作り終われるぐらいの簡単なものなので、材料なんかもねどこのスーパーでも置いてあるような食材しか使ってないので、ぜひね興味がある方はご家庭でもこういう和え玉ね作ってみてください。ただね、まあ、この今回いただいた麺がかなりね極細麺で、結構ねシコシコしてるタイプなんですよ。で麺の色見てもらうと分かる通り、あんまり黄色分かってない、卵不使用か分かんないんですけど、まあ結構ね色白な麺で、乾性の香りとかも全然ないタイプでしたので、できればねその中華麺っぽい黄色い麺じゃなくて、少しね白身がかった麺で食べていただくと癖もなくてね、ソースにすごく合うと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。